アンティオキア旧駆逐艦は、コロンビア海軍の駆逐艦の艦級である。本級は、コロンビア海軍がペルーとの対抗へと自国の沿岸防備のために、ポルトガルに援助を求めて入手したもので、元は、ポルトガル発注の防具が旧駆逐艦の道路、定住であった。1934年2月24日に、アンティオキアが、同年5月16日にカルダスが収益し、 1960年代まで現役であった。船体形状は船首楼型船体とした。甲板の視野は少なく、船首全端も傾斜の少ない形状となっている。船首楼甲板の後端に環境と全部マストを配置。その後方の甲板下は3基の主管を収めた、乾湿区画で1番煙突に主管2気分、2番煙突に1機分の煙地が同設された。 煙突後方に 53.3cm4 連装魚雷発射管2機が配置された。手法は前後甲板上に2機ずつ背負い式で配置された。1940年代にエリコン 2cm 機関砲を単装砲がで2機が追加された。1950年代に近代化改装を受け、全部装を撤去して、手法を 12.7cm 単装砲2機2門。 近接火器として、母ホース 4cm 機関砲を単装砲まで6機搭載、対戦兵装として1 7 8トル、4連装ヘジホック1機が搭載された。ありがとうございます。